結婚したら、パートでも正社員でもいいよ、と言っていたのに、私の給料を知ってからは、夫に正社員で働けとひたすら説教される。普通の田舎水準の給料なら辞めてもよかったけど、高めの給料だから正社員じゃないともったいないんだって。パートでもそこそこ稼げる。転職も簡単だけど、それもダメらしい。結婚したら転職しよう、と、それだけを希望に人並み以上に頑張ったのに、そのせいで仕事辞められないの？なんで？同水準の会社への転職すら禁止。個人の貯金からも、生活費は今まで通り出す。むしろ倍出してもいい。それくらい休みたいんだ。と交渉しても却下。嘘つき。自分だって独身時代に転職したことがあって、その間に数ヶ月遊んでたくせに。こっちは、新卒から、有給すらほとんどもらえずにずっと働いてるんだ。会社燃えないかな？潰れないかな？10年もずっと働くと疲れるよね、って言ってくれた優しい夫は死んだ。パワーカップルとかハイブランドとか外車なんてどうでもいい。ユニクロ着てのんびりしたい。ごめん、なんで婚姻継続してるのかわからん。奴隷続けたいってこと？リンクス希望なら、申し分のない夫です。家事を率先して行い、生活費も多く負担してくれて、誕生日には高価なプレゼント。でも、私は、自分の月収より高いブランドバッグより、1月のお休みの方が嬉しい。男女逆なら普通の話なのかな、と思う反面、トロフィーワイフのように、働く妻を押し付けられるのは奴隷かもしれません。転職しても、自分一人生活することできるんでしょ？簡単に離婚を進めたくないけど、このままだとあなたが壊れてしまうかもしれないよ。離婚を念頭に置いて話し合ってもいいんじゃないの？あなたの体よりも収入が大事な夫ならいらないと思うよ。今まで通り、行動しながら退職転職ってできないものかな？788には、夫との関係より、まず休養が最優先な気がするから出勤するふりしてさ。そのうち、憲法や年金の案内などが送られてくるから、郵便物は要注意。夫は、金銭的のみに贅沢に暮らしたいのだろうが、生活の質はそれだけじゃ測れないよね。言っちゃ悪いけど、結婚したら仕事辞められるって依存心がダメだったんだと思うよ。それくらい稼げる人なら、心を強く持って、夫が何言おうと辞めるなら辞める、転職するならするで決めないと。それでも、今の夫がいいなら割り切って悩むのをやめるか、損切るかでないと、今の不満が積み重なって、運まで悪くなるよ。子供ができる前に決めた方がいいと思う？